転校初日から大変だね、椿くん。うるせえよ。ジンジャーレコード、ドラマ CD、 モンスター&ゴースト、コトン椿。大きな体、低い声、強い腕、鋭い眼光、そして圧倒的な暴力。例えば俺が指を2本かそこら潰したとして、次は何て言ってくるんだ。俺ら一度でも弱みを見せればお前らみたいなのが調子づくことくらい分かってる。綺麗事じゃ回らねえんだよ。なあ、俺は何だってやるぞ。てめえ、三択だったか。俺も選ばせてやるよ。指か歯か目。俺は優しいんだろ。そんな椿に取り付いた幽霊、勇気カブト。だがカブトはおかしなやつだった。さっき俺を襲おうとしたな。違うよ、幽霊になったからには演出に憧れがあったんだ。お前みたいに能天気な霊がいるか。幽霊差別だ、偏見だ。明るい幽霊だっているはずだ。なんかこの部屋すごい生気に満ちてるし、すごい元気出てきた。これはいける。あ、ねえ、これ俺と同じ学校の制服、学年も一緒かも。新品だ。転入すんだよ明日から。俺、勇気カブト。名前なんていうの？コトン椿。椿くん、俺も一緒に学校行きたい。なんだこいつ。この前も思ったけど、椿くんって不器用だよな。ああ。不器用に人を助けてる。何も知らないくせに。転校してここに一人暮らしなの？家も学校も追い出されたからな。理由がありそうだね。そんなもの聞かれたこともない。見たい見たい。いいじゃん、やろうよバスケ。俺にそんなことを望む奴はいなかった。お前のせいじゃない、慣れてる。でも俺が受け取った方がいいなんて言ったから。言わせときゃいい。椿君は誤解されることに慣れすぎてる。そうだな。でもお前が分かってるからいい。ありがとう、カブト。たった一人でも自分を分かろうとしてくれる存在がいるっていうのは、こんなにも、こんなにも。ああ、ほんと、面白いな。そんな風に思い合ったって、片方、もう死んでるんだろ？ドラマ CD、モンスター&ゴースト。ブライト出版、ビーピルツコミックス。原作、姫巫女。出演、田所ひなた。小林千秋、坂田翔吾、斉藤相馬。2024年8月23日発売予定。誰かのためでも俺のためでも椿くんは絶対に死なないで。